つもありがとうございます。パーソナルブレイクでサキさんですね。はい、オプティックのベースボールを一つです。で、今日ね、発送します。まだ間に合います。よいしょ。今年も結構あっという間でしたね。よいしょ。はい、じゃあ開けてきます。ワンパック目から。はい、サインです。多分サインです。あ、ブラスさん、35シリ。シアトリですね。アリーナーズ。よいしょ。はい。うん。まあ、ワンパック目からもうサインが来たので、多分もう 65% ぐらいはもう。サインのホットボックスかなって思うんですけど、そうでもないですよ。どうでしょうね。はい。もう、2、3パックのうちに、もうサインが1枚来てくれるといいんですけど。10分の1ですからね、店長がたまたまこう順番通りで、ね、20分の1を積もっちゃう可能性があるんで。はい。ルーク・ウィリアムさんのシリアルです。オレンジ125、まあ、次か次ぐらいだよね。うん、アルバレス。とりあえずヒューストンは弾いておきますね。あ、初めにタッカーも来てんだ。ジーロットはボルチマだもんな、うん、インサートのヒューストンね。ジルさん、ん？ボンブスカット、ほろりました。なんか結構出るね。たまたまうち来てるロットがそうなの。だって計算したら出ないですよ、なかなか。誰だろう。おお、ペレスさんだ。はい。あ、ペレさん1番なんだね。6か7、まあ、8人ぐらいいるのかなって感じですけどね。ボンブスカットはシリアルを見ないんですよね。あの、ホロしか見ないんですよ。だから多分。で、他のインサートはね、あるんですよ、シリアルは。だから、まあ、別枠というかね、グレイ、ホロ、オービッシュ。やっぱりちょっと人気のあるインサートっていう位置づけなところになってるんだと思います、多分。あ、アルテベホロった。ヒューストン。他は出てないよね。ボービシとタティスだもんね。いやー、ヒューストン強いですね。うん。まあ、時代が、ヒューストンに味方してるような気がしますね。もう次から次へと出てくる選手が、ね、移籍してった選手の穴をきっちりと埋めるという。メリフィール。アブレイユ。そういう育成がしっかりしてるのか、マイナーの監督さんたちがすごい優れてるのかもしれない。サイン2枚目だね。はい。シカゴ系だとバーガーとシーツだ。はい。シーツは来年楽しみですね。今年結構打ちましたからね。小林さん、横浜にいたシーツでいいんだっけ？横浜だっけ？なんかいましたよね。うん、ね。マホームズの小林さんもね、横浜いたでしょ。
ダルビッシュ、ブルちゃん、ノリみたいなこと言って、印刷のあれですね、デッドマーツで C が、うん、シーツだったら全然ありでしょうね。ちょっと待って、ブルちゃん、またブルちゃんですね。スタントカルさんいました。でハニーがハーパー、プロスペクトですね。ジャイロ君、ブレディ、やっぱプロスペクトが出にくいね。あ、ワンダー来ました。でシリアルはホスキンス249だね。ベロシティ系はちょっとシリアルが大きいで、ベロシティじゃないやつだとまあそこそこな、オレンジが125で、あとはみんなそれ以下なのかな。はい、ウォルシュのホロ、ペッツとなりました。しホスキンス、ワンダー、ワンダーも来年楽しみだな。まあ、体力的な問題かなっていう気はするんですけどね。いやー、自分たちの二十歳前か。ね。いやー、親父には勝てなかったっすよ。何回やっても勝てっこねえと思いました。それぐらいの力量の差がありましたからね。なので、それがやっぱ25ぐらいになってくると。ね。ですね。で、ヒューストン系もね、アルトゥーベが光りましたね。あとアルバレス、うん、アルバレスめっちゃ集めるね。集めないといけないじゃないですか。はい、ということでサインはブラシさんの35だったっけね。それとシーツでペレスさんがホロりました。はい、ということでこちらでね今日発送します。またチャレンジします。ありがとうございました。